始まるよ。親父レンジャーのジジエルです。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルはですね、私ジジエルが銀貨や金貨、これはと思ったトレジャーを買っているチャンネルです。たまにはね、全然関係ないお話をしてしまいますが、よかったらチャンネル登録などして楽しんでいただければ幸いです。で、今回なんですが、こちら、このね、日本のかっちょいい銀貨、古銭ですね。古金銀と言われ方をします。一部銀、こちらに関することをご紹介させていただこうと思います。よかったらお付き合いください。で、こちらね、日本の古金銀、一部銀って言います。かっちょいい。もうね、この四角い銀貨、やばすぎます。やばすぎる。裏側はこんな感じ。銀座上座と書いてあります。とてもがっちょい。ただですね、これ冒頭ね、ちょっと突っ込みたいんですが、ここにですね、上という字が打ち込まれています。これを打つのはいいんですが、反対側が上のドーンと打っているもんで、ボーンと出てるんです。力入れすぎ。すいません。で、こちらね、とってもかっちょいい一部銀なんですが、他には日本には四角いね、銀貨あります。こんな感じ。こちらちっちゃいんだよね、指先に乗っけちゃいます。こんな感じ。替え一朱銀。これはね、だいぶちっちゃい。一部銀、一朱銀、こんな感じです。これ、過去にもね、お伝えしているんですが、この一朱銀が4枚で一部銀になります。四進法と言えばいいんですかね。こんな感じで、ちょっと横にそれるんですけど、ジジエル、イエミちゃんと嵐よけの踊りを踊ってきました。夕暮れの砂浜を二人走る。こちらはね、一部銀、一朱銀、たくさん欲しいんですが、何せね、無駄遣いで経済破綻中、枯れない。こちらとこちらの一部銀、一朱銀、簡単に説明させていただきます。こちら天保一部銀になります。いつもお世話になっている日本貨幣カタログさん、こちらのデータによると、天保一部銀、重さ 8.66g、 品位991、 99.1% が銀でできています。参考価格ですね。大体ですね。
3500円ぐらい。3500円ぐらいですね。発行枚数が7891万6556枚というふうになっています。で、ジジエル大館ではだいたいフリマサイトやヤフオクさんで2000円から4000円の取引価格になっていると思います。他の種類とね、見分ける時のポイントがですね、だいたい正面は一分銀って書いてあります。で、裏はこんな感じ。銀座上座、ここに上という字がドーンと打たれています。力加減に気をつけてほしいですね。側面に違いがあります。側面、これ桜、星みたいな感じなんですか。一箇所、二箇所、三箇所。上部と言えばいいか、二箇所。下もね、二箇所です。桜マークが打たれています。間違っていたらすいません。よくあるのがこちら、安政一部銀。安政一部銀になります。こんな感じ。これもね、後ろの上の字がドーンと押されて、バーンとここが出ています。剥げてます。すいません。ね、スペックを出させていただきます。安政一部銀、重さが 8.63g、 品位が873、 87.3% が銀でできています。カタログで言うとだいたい3300円。発行枚数1139万8600枚。でもね、これもあくまでも参考値。うん、こちらね、先ほどの天保一部銀との見分け方の違い、もう見た目はだいたい一緒なんですが、側面、先ほどのはね、桜マークが3箇所打たれていたんですが、安政一部銀の方はこれです。ギザギザです。上もギザギザ、ギザギザ。これから先は親父レンジャー、ジジエルの妄想です。銀貨好きはチョロ Q 好き。間違ってたらすいません。私、チョロ Q もたくさん持っています。その中でもまあ珍しいものもいくつかあります。例えばこれ、クワガタのチョロ Q。 そしてこちらが70年代の熱き PS レースファンに送る PS アドバン透明サニー。サニーです。今もうないですよね、サニーは。そしてシルエット
チョロ Q です。これはチョロ Q の形ではなくて、シルエットは実写版でも、内容はチョロ Q という珍しいものです。これすぐ廃盤になっちゃいました。これがスカイラインターボ RS 80分の1スケールのやつです。こういうものをですね、交換会に出しまして、このクワガタチョロ Q ならば100円銀貨1枚で交換とか、このサニーならば旭日50銭銀貨1枚でどうですかとか、シルエットチョロ Q でしたら竜50銭銀貨、いやいやもうちょっとつけてくださいよ。じゃあ100円銀貨を1枚、えい20銭銀貨もつけちゃおうみたいな交換会があればいいなと思っています。それではバイバイ。